はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、日本ダービー前にもう一度届け、北山ブラック3区につけいる好きということで、2週間かな ?3 週間かなそんぐらい前になんか、先週かなあれあの、その辺にね、えー、似たような内容の動画アップしてるんですけど、まあ、ダービーにね、かなりあの影響が、 ある話題なので、はい。えー、もう一回ね、えー、アップしようかなという感じなんですけど、まず日本ダービー、ソウローレンス、まあ、無敗のサスケ・ショーバキャリア3戦、スキルビング、青馬賞カチューマ、モッカ3連勝ということで、おそらくまあ、1、2番人気になるのかなという感じなんですけど、 まあ、この二頭でね、早くも日本ダービーバー、ダービーバーをですね、誕生させようとしている北さんブラック。もう偉大なる父ですね、もはや。そして、あの、まあ、えー、ディープインパクト時代、えー、キングカメハメハ時代、あと、まあ、ハーツクライであったりとか、その辺からのね、世代交代というかね、そういうものの、うん、大手の一番手というか、まあ、そんな感じだと思うんですけど、 何がすごいってね、すでにもうイクイノックスだったり、ソウロオレンスもそうですガイアフォース、ラベル、スキルビングということで、す、ま、で、あ、に重症ビナーを多数排出している、まあ、そんな状態ですね、で、本年度、えー、芝、ベタ買いで回収131%ということで、あのー、もう芝としてですね、すでに神扱いする人もいる北三ブラックということで、まあ、競走馬時代もね、えーまあ、素晴らしい馬でしたけども、芝馬としても、ですねもうすでにこの馬はもう神だと、そんなような、ね、声も聞こえてきます。 しかしあなたは知っているだろうか北山ブラック3区の恐るべき特徴を。その特徴とはクッション値での成績によって神にも悪魔にもなるということ。北山ブラック3区クッション値別成績。はい。常に低い札幌函館を除いた成績を今画面に出してますが、えー、赤い方下半分は神ですね。クッション値がまあ9.4以下。8.6から9.4、8.5以下。 クッション値が低めの時えー、すごい成績です。はい、悪魔と書いてある部分、クッション値9.5以上、高め、勝率8.3、単回数50%、これはですね、あの、8.5以下からすると、もう3分の1ぐらいの勝率、3分の1ぐらいの回収率、8.6から9.4から見ても、まあ、半分ぐらいの勝率、半分ぐらいの回収率ということで、かなりね、このクッション値別の成績がでかいんですよね。 まあそんな北産ブラック産区なんですけど、簡単に言ってしまえば、クッション値が高い時は割とさっぱりです。で、クッション値が低い時に鬼強いですね。で、近年、週末に雨が多いです。はい。今年の両馬場ってね、あの、例年と比べてもむちゃくちゃ少ないです。はい。そんな状況の中で、かなりね、ブーストがかかってる成績なんじゃないのっていう風に疑ってみても、あのー、いいんじゃないかなと。 はい。それが事実に今後ね、あのー、今後、こういう成績で行くかどうかは別として、そこ疑ってもいいんじゃないのかなっていうような成績でしたよね。先ほどの数字って。そして、北んブラック三区の中でクッション値9.5以上の重賞を勝利しているのはソウルオリエンスだけ。はい。まあ、特別なんですよ。だからこの馬って今んとこね。で、ソウルオリエンス以外の馬はなんと、北んブラック三区の中でクッション値9.5以上の場合、三勝クラス以上で全敗。 はい。3勝オープン、えー、10勝。ソウルオリエンス以外は全敗です。一つも勝ってません。はい。で、今画面に出したのが当然あのクッション値があるので芝のレースの話なんですけど、えー、まあ、左はクラスですよね。で、緑の方がクッション値9.5以上の成績。で、右のまあオレンジ色と言いますかね。はい。あのー、こっちがクッション値9.4以下の成績になるんですけど、あの、左と右で同じシュボバって思えなくないですか ま、新馬戦こそね、あの成績良かったりはするんですけれど、まあ、部分部分ね、あ,あ、部分部分というか、ま、2勝クラスだけは上回ってたりするんですけれど、結構なね、勝率差ですよね。未勝利で勝率半分、回収率100%低い。<laughs> 100%低いってすごくないですか ?1 勝クラス、えー、勝率13%ぐらい低い。はい。回収率もま、3分の1ですね。重傷っていうか、ま、オープンのあたりから見ていただければなと思うんですけど、 もう結構ひどいですよね。で、この G3 の11.1%の回収30%っていうところがソウルオリエンスの形成杯1個です。はい。なのでそこをソウルオリエンスを除いて考えたら参照クラスから上全部ゼロなんですよね。これぐらいね、露骨なんですよね。 でまあ、僕のプランとしてはですね、まあ、阪神とか中山開催、クッション値高めですからね、あの、それまでに活躍して、低いところで活躍してですね、えー、しかも雨も多いということで、まあ、人気背負ってバンバン飛んでくんじゃないのかなと、北山ブラックサンクが。そういう先々の狙いをずっと立ててたんですけど、 万が一ね。まあ通常クッション値の低い東京競馬場ですよ。まあ9.34とかその辺が多いですかね。234ぐらい。5以上は少ないです。割合としても。なんですけど、まあ,あの6月に向かってだんだん高くなっていくっていうのが例年だったりするんです。しかも今年の場合、あの、雨があのどっかでね、必ず金土日のどっかで降ったりするので。 えー、ちょっとね、判断しづらいんですけど、まあ、先週に関しては金曜日が9.6だったりしたので,で、土曜が雨で下がって、日曜日9.4まで回復しているということもありますで、なんか今週はね、あの火曜日までは、えー、東京、雨だったみたいですけど、そこから晴れということなんで、まあ、あの、水をね、もう異常なぐらいバッシャバッシャとね、あの、水、木と。 巻く。まあ水、水木金とね。まあ、そんなこともありますよ、ぶっちゃけ。はい。あの、<laughs> あるんですよ。特にね、人気の馬が、あの、クッション時低いところでしか走ってなかったりすると、なんかやたら水まいてんな、みたいな。やたら急にクッション時低いな、ってことあるんですけど、万が一、東京競馬場でクッション時が割と高めだったら、はい。9.5以上でいいんですよ。かなりハードルはそんな高くないです。はい。そうなると、ソウルオリエンスとスキルビング、この北三ブラックサンクの一番二番人気になるであろう二頭が、これね、 めちゃくちゃ面白い状況になるなっていうふうに思うんですよね。で、えっ、ー、と、東京競馬場のレース数とクッション値の比率ということで、2020年9.5以上のクッション値は29.2%もありました。2021年は28.3%もありました。はい。そしてですね、2022年12.7、2023年7.0ということで、あの、急激に高いクッション値が減っているんですよね。うん。まあ、この辺の話は、あの、 推測できることはいろいろあるんですけども、話し出すと長くなるので、まあ、まずこういうもんであると。だから今年異常に少ないっていうことは、あの、まず、あの、覚えておいてほしいんですけど、まあ、2022年の段階でも激減してますよね。で、2023年の今年は、えっと、2年前と比べてですね、本当4分の1まで低下している高いクッション値の東京競馬場のレースなんですけど、今、さっきも言いましたけど、 先週の金曜日が9.6で、雨で土曜低下で日曜9.4という数字で、月、火がわりとまとまって雨が降る予報なんですけど、それ以降は、ですね久々に週末までしっかり晴れ予報という、ここにね、私はね、ちょっと希望を持ってるんですね。で、万が一クッション値が高くなるんだったらね、日本ダービー、スキルビングとソウルオリエンスをばっさり切って、今年のダービーはちょっと穴狙いしたいなっていうふうに、僕的には思ってます。そこでまあ別に高いクッション値でもスキルビングとかソウルオリエンスが活躍したら、構想したら勝ったら、 いや、あなたたちはすごいですね、と。はい。同じね、お父さんの子供たち、みんなこの条件苦手なんですよ、みたいな。そういうことになるので、ただそんなような話じゃないですか。で、まあ、大反論のね、ロジャー・バローズ、一着的中したね、あの日の感動をこのチャンネルにもう一度届けたいなと。そういうなんか土台ができるなクッション値が高ければと思います。そういうところに踏み込んでいく勇気が出るかなと。僕的には、はい、思ってます。でそういうね,ね、そんなね、あの、淡い期待を心にしてるんですけど、まあ、仮にクッション値が低めだとしても、 ま、今後ね、今話したみたいに、北三ブラック三区の人気どころを嫌っての穴狙いのチャンスって、いくらでも来ると思うんですよ。特に秋にね。はい。特に秋に。で、これからまた、えっと、なんでしょうね。えー、雨がふまあ、梅雨時も来ますし。はい。で、今、あの、なんか台風2号ですかあれもま、あ各国の予報を見たら、ものによっちゃ、安田記念のあたりなんかめちゃくちゃ大雨になりそうなんで、あの週とかね。はい。で、札幌、函館始まるんで、そこはクッション値低いじゃないですか。うんで、えっと、 一夏超えてね、なんか今年も1月から9月までやっぱ雨多かったね。クッション値低かったねってなった時のそこからもう秋、まあ秋雨もありますけど、秋晴れのね、あの秋開催。こうなってね、阪神中山、クッション値高山、中京もですよね、そういうところに、あの、ずっと活躍してきた、えー、北三ブラック三区がね、人気どころで出てきた時なんで、もうバサバサ切ってですね、穴狙いしていけるんじゃないのかなと。そういうこともちょっとね、あの、なんとなくでいいんで覚えててほしいなと思うんですけど、 でもうちょっとだけね、あの、お話ししたいことがありまして、あの、キザさんブラックサンクがクッション値9.4以下で勝利して、その次層で高くなった時ですよね。だ得意なところから苦手なところに行った場合に、まあ、勝ったことがある馬。はい。これ、ソウルオーリエンスとミッキーハンモニーだけということで、まあ、ソウルオーリエンスがね、デビュー戦のクッション値が9.4です。はい。でえ、次に形成杯でクッション値が上がって9.7。ここを勝った。だから、これすごいんですよ。 あのさっきも言ったように、ですねあの北三ブラックサンクでクッション値高いときに、3勝クラスすらね、3勝クラスですら勝っていないのに、で、まあ、すらって言い方はちょっと変ですよ、3勝、うん、クラスってもうすごいことですからね、3勝クラス勝てる馬なんていうのは、相当もうほとんど僕は名馬だと思うレベルで見てるんですけど。 この日本ダービーっていう舞台にね、出てくるっていう馬を中心に考えた時にの、こんだけ勝ってる北山ブラックンクっていうところの話なので、こういう表現になってるだけなんですけど、で、えっと、形勢杯勝ちました、クッション値9.7でした。これが北山ブラックサンクとしては、初めて高いクッション値で勝ちましたっていう馬でしたね。で、その後、えー、サツキ賞、えー、クッション値8.0なので、 あの北三ブラックンクがね、さっきあの掲載したりもり、もう一番得意な、もう勝率も回収率もずば抜けていいところで、あのソウルオレンスは勝っているというところで、まあ、そこも面白いんですけど、あとミッキーハーモニーで、この2頭しかいないんですよ。で、クッション値9.4以下、低い方で勝利した北三ブラックンクの 次走も9.4以下だった場合ですね。低い低いだった場合って、勝率が47.6。だからこれすなわち連勝率ですよ。連勝率が47.6%。単回数188%もあるっていう。だからこんぐらいこっちに極端にあの、触れてるんですよね。だって上の条件であの、勝ったことあるの、2頭しかいないんですよ。で、下の、下のは条件です。赤文字のところ。半分ですよ、約これ。<laughs> 47.6%って。 ちょっと異常なんですよね。で、やっぱりね、この赤文字のようなところの条件で、めちゃめちゃすごくて、で、その、その反対側でもやっぱり、あの、めちゃくちゃいいっていう、全部めちゃくちゃいいっていう、やっぱ、しボバっていないんですよ。そんなのね、ほとんど。やっぱり、どこかが突出していたら、どこかが突出して悪いっていうのが、しボバの特徴だったりするので、これ、めちゃくちゃ面白い数字だと思うんですよね。 っていう点で言えばですよ。あの、スキルビング全奏8.0、サツキ賞ソウルオーレンス、えー、っと、青場所、前走9.1なんで、今回のダービーが何事もなくね、東京競馬場らしい普通のクッション時9.3とか9.2とか9.4とか。であれば、先ほど言ったみたいに、あの、だから連勝率47.8%っていうような条件に該当してる馬が2頭いて、それが12番人気だっていうことで、まあ、何事もなく終わりそうだなっていうことにはなっちゃうんですよね、逆にね。 でもちょっと見方を変えてみたいなと思う部分がありまして皐月賞、重馬場でクッション値8.0ていう、まあ、すごい条件だったわけですよ。うん、で、あの北山ブラックンクなんですけど、あの芝でやや重い上でクッション値8.5以下っていう、まあ、低いケースですよね。で、この雨がまあ相当降らないと起こらないケースっていうのを、すでにね、もうンクが64回も経験してるんですよ。はい あのまだそんなにね「あの北さんブラック」でデビューしてからそんなに間もないんですけど、うん、で「北さんブラック」3区がやや重い以上の場場でクッション値8.5以下っていうところの成績をねちょっと見てほしいんですけど。 はい、これですね1番人気勝率60%、副勝率90%、単勝124、2番人気勝率50%、えー、副勝率78.5%、単海衆210%、3番人気勝率25%、副勝率も25%だから1等だけですね、単海衆127%、4番人気勝率44%、副勝率66.7%、単海衆327%。ということであの、もう逆らえないんですよね、やや重い以上でクッション値がめちゃくちゃ低い時の北山ブラックン区で人気どころの馬って、もう鬼ほど勝つんですよ。 なのでじゃあソウルオリエンスの皐月賞う走りもインパクトももう結果も何か何まで僕はもう素晴らしいということは事実としてあの思ってます思ってるんですけど北さんブラックサンクが鬼ほど強い条件の中のもうマックスみたいな条件を、まあ、お空の雨雲がねあの作っただけだったという結論だったとしてもそんなにね僕はね驚かないよっていう数字がね今、この画面に出てるんですよ。 まあねそうやって考えた方が、ちょっと競馬って面白いかなっていうふうに思いますね。もう、あの、ホームゲームで3-0ぐらいから始まって、なんか相手のペナルティーで、そうやって試合して勝ったっていう、ね、説の方を取った方が、 僕は面白いいかななっていう感じなんですけどね僕はあの割とやっぱ人気サイドそんなに買いたいと思わないタイプなので,、はいでえっと、面白いなと思ってこれ前回の動画の時には気づいてなかった話なんですけどあの北さんブラックですね偉大なる競走馬であり偉大なる父になってますけどこのお父さん えー、ブラックタイドですね。これもね、似た傾向があってですね、クッション値発表後の成績の中で、クッション値9.5以上の勝率が2.9、3勝クラス以上全敗、どっかで聞きましたよね、このフレーズね。ね何分か前に。で、クッション値9.4以下、勝率4.3敗、やっぱ上がるんですよ。はい。で、フェーングロッテンがね、重賞勝ってですね、3勝クラスでも勝ち馬いるんですよ。3勝クラスでもね。はい。で、フェーングロッテンが重賞勝ったのなんだって言ったら、まあ、福島だからクッション値は低くて当然なんですけど、ラジオ日経賞。はい。クッション値8.5なんですよね。 このリンク、これはね、だから、もう北三ブラックの傾向と同じものを、まあ数値こそ低いですけど、全体的なね、勝率とか。親父さんのサンクもまあ同じ傾向なら、これ結構濃いな、この線はっていう風に思ってるんですよね。なんで今回のダービーでどうこうっていう、まあ結果がね、あのー、もしクッション値が高く、高い中で、 ね、あのー、なんでしょう、あの、二頭がね、えー、か、三区の二頭が構想したり勝ったりしたとて、ちょっと先々までね、これはあの皆さん、あの、まあ、重症だけ馬券する、される方は、馬券買う方は、重症とか G1 だけね、機会あんまりないかもしれませんけど、ちょっとね、日頃の馬券にもね、これ反映させてみてほしいですね。うん、僕はもうしてるんですけど、面白いっすよ、この狙い方。 でまあね、その競馬って知能ドラマなんていうふうに言われますけど、まあ今やね、コースや距離だけじゃなくて、このクッション値を利用してみるとね、こんな面白いリンクをしているケースがあるというところで、まああの、北さんブラックと今言ったブラックサイドの成績の関係なんかすごくね、面白いと感じていただけると思うんですよね、競馬ファンの方には。でまあ今週なんていうのはもうダービーウィークなんでね、まあ競馬仲間とか、まあ競馬ファン以外でもダービーの話とかしてくる人いると思うんですけど、そういう時にね、ぜひあの、 まあ、ご視聴者様の中でね、ダービーの話を誰かとしますよ、なんていうときに、なんかこの話題ぜひね、なんか使ってみてほしいな、なんて思います。で、まあさっきも言ったんですけどね、これで日本ダービーのクッション時間は、例えば9.7とかになって、1着ソーローレンス、2着スキルビングとかになってもそれはそれということで、はい、この2頭がすげえっていう話であって、北三ブラック全体で言ったら別にこの2頭が勝ったところで、 もう勝率がじゃあ何ですかだってこの2頭ですかね。2頭いて1着になるまあ1頭しかいませんからね。同着以外で。だ勝率も別に対して動きませんし。うん。なんならこの2頭が人気を背負うわけですからね。回収率はまた下がるっていう可能性の方が結構ありますからね。うん。ソーローレンスが仮に1倍台で勝ってね。スキルビングがまあ3倍とか4倍とかだったりして。で、ソーローレンスが勝ったらトータルの回収率は落ちますからね。勝ったとて。 うん、なので、あのー、成績にはより、あのー、濃くなっていってしまうだけなので、こうなったとてですよ。はい。なので、まあ、その点はですね、あの、ご理解いただきつつですね、えー、今後ね、えー、動画の中でも言いましたけど、秋の開催とか、えー、今後の開催とか、北んブラック三国に付き入るきって多分僕はこれ残っていくと思うので、 そういう時にですね、バシバシちょっと狙ってってね、なんかもし、あの、いい配当とかの馬券当てることができたら、なんか、あのー、ま、ツイッターでも、YouTube のコメントでもいいので、なんか、あの、報告いただければ嬉しいなと思います。はい、そんな感じでお届けしましたが、ま、あ今週はですね、もうダービーのね、えー、ダービー対策、ま、あ毎週やってる重症対策動画があり、そしてダービーで勝つ調教、ダービー調教ですね、過去20年間で10勝している、まあ半路らら、あ反論のホニゃララ。 まあこれはまあもう何年も前から言ってますね。はい。で、それがあったりとか。で、一本前にアップしたアゲアゲホース。まあ今年はちょっと異変が起きてます。はい。こんなにレーティングの低い日本ダービー初めてなんで。も、ま、う、あ、ほとんど2年前のシオンステークスです。それぐらいの数値になっているっていう。まあちょっと異常性があるんですけど。まあそれはそれでレアなので、まあ毎年ね、アゲアゲホースの動画アップしていますけど、ダービーの週は。まあその辺もちょっと見ていただけたら面白いかなと思いますね。 うん。で、ロジャーバローズ取った時なんていうのは、も、ま、う、あ、アゲアゲホースにも該当してるし、ダービー調教にも該当してますからね。それで、人気薄でも、まあ,あの、買わない手はないだろうっていうふうに買って、まあ、バーンっていうね、ああいうことになったわけなんですけど、ワンチャン今年もいますからね、そういうもねはい。えー、なのでもう、えー、っと、この動画をアップしたら、次アップするダービー関連の動画は、えー、っと、ダービーの追い切り判定ですね。追い切り評価動画があって、もしかしたら、あの、事前予想みたいなね、 のをやって、あのー、今こんな風に悩んでるんですよ、みたいな動画アップして、そして週末に、えー、今画面にも書いてますけどね、イレブンベッド予想、そして泣きの買い目の構成で、行きたいなと思っております。はい。なので、もうなんかね、金曜のクッション値9.7ぐらいあったらめちゃくちゃ嬉しいですね。うん、でも9.2とかになってて、木曜、か、え、なんだろうな、えー、水、木と、えー、散水をしました、っていうね、JRA のホームページに報告が書いてあるパターンだとは思うんですよ、俺。 多分。なんですけど、ちょっと希望は捨てたくないですね。はい。もう9.5とかだとギリギリですけど、もう9.5でも行きたいですね。僕はこの動画で言った通り。うん。9.5ジャストでも全然行きたい。なんなら9.4だっていいかなって低すぎないですからね。だから北山ブラックサンクが一番強いのはもう8.5以下が、もうそこがもう北山ブラック SS ですからね。 はい。で、えっと、九点八点六から 9. 点、ん違う,違うな。あ、そうか。八点六から九点四が北三部落 S。S ですね。ランク S ですね。で、クッション時9.5を超えたところから北三ックのランク C とか、なんかそういううになっていくので、まあ、 もう雨が降らないっていうことがまず嬉しいですねもう雨が降ってしまったらもうどっちかで決まってるかなと思いますしね、ソウルオレンスかスキルビングかっていうところもあります。で、まあ、あの割と高め、低めの高めでもつける隙はあるのかなと思うんですけど、まあ、最高の理想で言えばもう高いところですね、9.5、9.6、9.7ぐらい、それで馬券買って、あのソウルオレンス買ったとか、スキルビング買って馬券外しても何の後悔もないです。 うん、何の後悔もないんですけど、僕は買いたいんですよ、とりあえずね。その条件で、今年のダービーを。これもうずっともう、多分1ヶ月前ぐらいから言ってると思うんですけど、もうね、これをね、買わせてほしい、うん。だから、えっ、ー、と、競馬の神様に僕はお祈りしてます、はい。他の動画でも言いましたけど、馬券を当てさせてくれとか、そんなことは言いません。 はい。別に自力でね、1万倍以上も取ってきてるし、そんなことはもうずっとやってきてますよ。やってきてます。だから、馬券当てさせてくれなんておもし、あの、面白みのないお願いは僕はしません。競馬の神様に。ただ、今週のクッション値。9.5以上にしてくれと。 はい。ただ、それだけを願って週末まで行くので。はい。またね、あの、他のダービー関連の動画もアップしますし、まあ、この動画で初めてうちのチャンネルのダービー関連の動画を見たっていう方は、まあ、ま、1本前、2本前、3本前ですね。その辺は、あの、関連動画になってますので。あ、違うわ。でも朝、あれだ。朝3分でわかる、あの、休暇別の勝負調教の話してるので、シンプルに3本、 あれですね。一本前、二本前、三本前じゃないですね。しまったな。他の動画で説明間違えてるな。まあいいや。あの、うちのチャンネルのあの、アップした動画見たら、まあサムネとかタイトル見たらわかるでしょっていうところなので。はい、それを見てですね。なんかあの、また、楽しみを増やして、追い切り判定動画、えー、また見に来てもらえたらなと思います。ということで、競馬盆栽師の竹内がお届けしました。北さんブラックの怖い怖い話でした。さよなら。